皆さんこんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回は神戸電鉄なぜなぜ不思議発見という題でお届けいたします。あれ、神戸電鉄の七不思議ではないのですか？はい、これは単純に7つに収まらないからです。単純にそれだけです。私管理人はですね、1982年から1989年まで8年間神戸に通学通勤しておりました。かつての通勤通学の足の神戸電鉄をちょっと動画の題材にすることを完全に忘れておりました。なぜ忘れたのですか？普段接するものにあまり興味がなかったからです。で、どうして特集するようになったのですか？相鉄の七不思議の時に、いろいろ関西の方からですね、神戸電鉄のことも題材に挙げてほしいというリクエストが多かったのです。だから私がですね、かつて8年間お世話になった神戸の鉄道をですね、再度取り上げたいと思います。またある路線は今大変苦しんでいると聞いております。では参りましょう。神戸電鉄はなぜ狂気？これには歴史的背景があるからです。実は国鉄が絡んでいます。では以前特集した動画の一部を見てみましょう。国鉄には戦中に不急不要路線がございました。その中で戦時中にそっと消された行楽路線がありました。兵庫県にあった国鉄有馬線という路線が存在いたしました。名湯の有馬温泉へ行く国鉄路線でした。はい、この有馬温泉ですね、高専でですけど結構いい温泉でございましてですね、幼少の頃父親とよく行きました。で、よくコマーシャルで、関西のコマーシャルであったのがですね、有馬兵衛の高揚格栄という歌がございましてですね、刷り込まれるように頭に洗脳されまして、実はこの曲、木田太郎さん、何はのモーツァルトの木田太郎さんが作った曲だということで、どうでもいいんですけど、はい、失礼しました。すみません、管理人の有馬温泉の思い出はどうでもいいです。進めてください。1日1本大阪から福知山線経由で有馬へ行く直行列車がありました。下りは夕方出発して、上りは午前有馬を出発する列車でございます。蒸気機関車が客車を牽引していたようです。1915年に有馬鉄道が軽便鉄道として国に借り上げられて運営、その後国に買収されて国鉄有馬線になりました。国鉄有馬線の途中には塩田、新道場、有馬口と 12.7 キロに3つの駅がございました。その途中の塩田駅から1人の人間が輩出されました。その人は山脇信吉氏です。国鉄有馬線神戸電鉄の創始者でございます。当初は有馬鉄道という会社として、山脇氏が1907年に三田町から有馬町の間を免許を取得しておりましたが、実現できませんでした。1913年に軽便鉄道として鉄道敷設免許を申請、1914年に念願の有馬鉄道に対し免許がおりました。晴れて1915年に開業、鉄道員が借り上げて経営いたしました。1919年に正式に国有化され、有馬軽便線になり、その後国鉄有馬線になりました。この山脇氏は1919年に国有化で売却した資金で神戸有馬電鉄、新友電鉄、現神戸電鉄を起こしました。当初は有馬口から三田は国鉄有馬線との直通運転を計画いたしておりましたが、駆動の違いなどの理由で取りやめになり、自ら線を作ることになりました。その新友電鉄は1928年に三田からと現有馬口と港川有馬の路線を開通させます。はい、この工事はですね、かなり難工事ということで、特に日踊り越えの坂ですね、源平合戦の日踊り越えの峠でございますね。この工事にですね、自分の資材を投げ打ってまで達成した山脇さんというのはすごい人なんですね。ということでですね、神戸電鉄が狂気という理由はですね、国鉄有馬線と直通運転を計画していたということが答えでございます。もともとですね、山脇さんは申請の時はですね、有馬新友鉄道はですね、標準機で申請していたそうです。もし標準機だったら阪神、阪急、山陽と直通乗り入れが実現できたんですけど、残念でした。神戸電鉄の運賃はなぜ高額？
はい、神戸電鉄の運賃はですね、比較的高額でございます。これはですね、今に始まったことではないんですね。実は私が高校生の1980年ぐらいからもずっとそうでした。でですね、現在ある北総鉄道とか東洋高速鉄道、まあ北進急行ですね、これらの鉄道はですね、平成以降で新規建設焼却で高いということなので、これは納得できないこともわからんでもないんですけど、その北総線もですね、とうとうですね、2022年の10月に値下げをしまして、また北進急行もですね、神戸市営に転換してから550円から280円に値下げしました。そうなんですよ、もう高い、運賃の鉄道会社もですね、そろそろ値下げしてるんですね。しかし神戸電鉄はもう設立してから最初に開業されたのは1928年ですので、ほぼほぼもう1世紀経ってるんですね。でもうすでに焼却がもう済んでるはずなのに、その割には運賃が高いということで、やっぱりなんでやねんということになります。はい、それでですね、神戸電鉄の運賃がどれだけ歪んでるかっていうのをちょっと一回見てください。北進線がですね、値下げしてから歪みがもっとひどくなりました。北進線のですね、静清山手線経由で谷上から三宮まで行くのが280円です。で、谷上から神戸電鉄経由、新開地経由で阪神電鉄の神戸三宮はですね、16.9キロで610円、倍以上します。で、神戸電鉄のですね、新開地経由の西台に行く場合はですね、610円なんですね。で、谷上と西台ですね、谷上と西台の間が610円なんですね。で、神戸市営地下鉄で谷上から、西台へ行った場合はですね、谷上から神戸三宮、阪神の神戸三宮が280円で、神戸三宮から西台が150円なので、430円で200円近く、まあ、180円ぐらい安くなるということですね。はい、ですね、谷上駅から新開地駅を経由して神戸三宮駅行った場合は 17.1 キロで610円、で谷上駅から青駅が 35.4 キロあって670円、谷上駅から三田駅が 18.3 で530円で、一体どういうことなんだよこれ。本当にこれはね、青駅行った方が安くつくっていう、なんかわけのわからんですけど、まあ、神戸市民の方もこれでよく我慢してたなって思いますよね。普通の市民だったら怒りますよねこれ。はい、ですね、また近距離が特に高いんですね。谷上駅から美濃谷駅が 1.7 キロで180円、谷上駅から山の町駅が 3.4 キロで240円、谷上駅から北鈴蘭田駅が 4.3 キロで300円、谷上駅から鈴蘭田駅が 6.2 キロで350円。すごいなこれ、近距離の方が高いんですよこれね。だから、こういった歪みがですね、ちょっとやっぱり、もう多分一般乗客には耐えるべきもんではないんですね、はっきり言って。だから青線の危機のみならずですね、この有馬線、三田線のこの運賃体系の自体もやばいと思います。で、やっぱりね、なんでこの100年も経ってるのになんでこんなに高いのかということでございますよね。はい、で、まあ、考えられるのがですね、まあ、主に2つなのかなと思います。まずはですね、鉄道の列車とかその保線の維持費が高いのかなということです。まあ、平均50パーミルの坂を登るということで、やっぱり登山電車の領域になるんですけど、この全営業列車がですね、やっぱりそのブレーキ臭っていうので、結構特別な臭を使ってまして、要はブレーキをかけるためのこの、こうなんていうの、車輪についてるやつですね、このブレーキをかけるための、それから鋳鉄臭っていうのを使ってまして、まあ、翼足ブレーキもですね、全営業列車に3ノッチ以上搭載されているほか、要するに空気ブレーキが故障してもですね、エンジンブレーキ、要するに翼足ブレーキ、エンジンブレーキだけで完全に止めるような結構特殊な装置を使っているそうなので、まあ、これらの車両の維持が高いのかではないかということですけど、まあ、車両ですから、これもそうなのかなと思いますけど、まあ、あともう一つはですね、まあ、新規建設の公園都市線の焼却っていうのもありますけど、これたった 5.5 キロの上で、しかも地上走ってまして、でまだ単線なんですね。だから東洋高速とか北総線みたいな高規格の路線が今平成に作られたっていうよりは、どちらかって言ったら
単線 の、 その地上の土地を生かして、一応あの伏線化の領地は確保してるんですけど、一応高規格総動線とはちょっと異なるような感じですね、はい、でですね、これらをですね、料金の歪みを是正しなければですね、利用者はますます減ってきます。はい、これからの対策としてはですね、やっぱ近距離の運賃を是正する、特に谷上周りの近距離運賃を下げて北進線と連携を取るということだと思います。そうですね、やっぱ北進線の今回運営を神戸電鉄が任されたなら、北進線が運賃を下げたらどれだけ効果があるかっていうのを観察できるので、それも一回見ながら自社に生かしたらどうかなと思います。蔵王線の危機はどれくらい厳しい？はい、有馬線とですね、三田線の料金の歪みがですね、2番目でご理解できたと思いますが、青線が存続の危機に立たされているという今現状ですけど、これからですね、だいたい早10年経ちます。10年前の2012年のポスターを見るとですね、その深刻さがよくわかります。私がですね、1987年のですね、社会人の2年目ぐらいの頃ですね、私はですね、お客さんの営業で三木市のしじみというところまでよく行ってました。で、車で巡回営業をしてたのですけど、しばらくちょっと体調を崩してですね、ちょっと車運転できないので電車がで通ってたということで、しばらくはですね、神戸電鉄を利用しておりました。で、その時はですね、かなりの人が乗っておりました。はい、ですね、このようにですね、神戸電鉄を久しぶりに利用したらですね、1987年の面影は全くゼロでございました。まあちょっとガラガラだったという感じですね、はい、でこの表を見ていただいたらわかるんですけど、まあ、1987年ぐらいはですね、おそらく年間1800万人ぐらいは乗ってたんじゃないかなと思います。ところが2014年で800万になって、コロナ禍になって500万人といって3分の1ぐらいは減少してるんですね、はい、ただまあ三木市の補助があるということだとしてもですね、この減り方は尋常じゃないですね、はい、だから危機であるというのはよくわかります。私も乗っててよくわかりました、はい、はい、青線のですね、一番のライバル競合はですね、新規バスでこの恵比寿快速線というのがあります。これはですね、高速バスではなくて路線バスとなります。青線の恵比寿駅から押部谷や栄駅を通り、阪神高速六甲山脈を通過してですね、阪神高速のトンネルを通り三宮へ至るバスでございます。平日は102便、これ往復ですけど、あと土休日は85便あって、まあ、だいたい運賃が600円か700円ぐらいですね。ただこれ一番快適なのがですね、この三木方面から三宮へ行けるということで、神戸電鉄利用したら新開地経由になるので非常に煩わしいということでございます。でこれは確かにですね、三木から神戸のライバルですけど、まあこの小野市や青から、実際に神戸とか大阪方面行くっていうのはまた変わってきます。もっとすごいライバルがいましてですね、これ私自身も気がついたんですけど、たまたまですね、青駅から、北条鉄道に乗ろうと思って乗車して北条町から今度青駅へ帰ってきた時に加古川線を乗ってですね、新快速で帰るという、これがすごく早かったですね。加古川線もですね、過去はディーゼルカーだったんですけど今電化されてます。それでこれがですね、青線の最大の、もっと最大のライバルなんじゃないかなと思いました。でやっぱりですね、これ以上のもう青線がですね、危機になって自品を防ぐためにはですね、やっぱりさっき言った料金の歪みをですね、もう少し改善する必要があるのかなと思っております。まあさほどどれだけの効果があるかはわからないですけど、少なくともここはやるべきだと思います。北進線との関係、かつて神戸電鉄のバイパス線の役割を担っていた北進急行が2020年に神戸市営化されて料金が下がりました。その代わりに谷上駅、新神戸駅の運転運行は神戸電鉄が受託しました。
だから新神戸駅で神戸電鉄の運転士と神戸市営地下鉄の運転士が交代します。かつての北新急行、阪急電鉄 27.5%、 神戸電鉄 20% 出資は1988年に開通。阪急電鉄と鉄建公団という変わった組み合わせで完成。しかし600億円とも言われる建設費の償却で運賃が当初430円と高く乗客が伸びず、建設費の利子の負担も大きく、一旦北新急行は第二種鉄道事業となり、第三種は神戸高速鉄道としました。神戸市が営団して2020年に買い取り、運賃値下げに踏み切りました。これで乗客はコロナ禍にもかかわらず1割増加しました。菊水山駅の謎。神戸電鉄の日踊り越駅と鈴蘭台駅の中間に菊水山という駅がありました。神戸電鉄ありません開業の12年後の1940年に新規開業。利用人数が少ないことなどで2005年に休止、2018年に廃止となりました。休止前も一部の普通列車が停車しておりました。菊水山駅はハイキングコースで一部のハイカーなどが利用しておりましたが、当時の乗車人員は36人程度でした。なお普通列車は菊水山を通過するものもあり、菊水山を通過するものを普通、菊水山に停車するものを各駅停車と区別していました。駅名表英語表記の不思議。はい、ですね、管理人はですね、実は恥ずかしながらですね、外交大学出身で英語を専攻しておりました。したがってですね、ちょっと英語の綴りに関しては非常にちょっとうるさくてですね、先ほど営業でしじみ駅へ通っていた時にですね、手前にヒロのゴルフ場前っていう駅がありました。でこの駅名表のローマ字の表記がですね、ヒロのゴルフのゴルフっていう字がですね、ローマ字で書いてあるんですね。私もちょっとこれはないんじゃないかなと思いましてですね、まあ、というか教育上良くないので、やっぱりね、中学生とか乗ってるので、ちょっとゴルフの綴りちょっとおかしいんじゃないですかっていう手紙をですね、神戸電鉄に出したことあるんですけど、なかなか受け入れなくて、というか全く無視されてましてですね。で、前回ですね、2012年に訪れた時にですね、ちょうどそのしじみ駅の手前の広のゴルフ場を見たらですね、ちゃんと直ってましてですね、ゴルフって簡単にちゃんと英語で綴りで書いてあったんでですね、まあ良かったなと思っております。私の意見なんて全く無視されてましたけど、はい。でですね、このゴルフ場前というのはですね、広のゴルフクラブっていう名門のコースでございまして、戦時中か戦前はですね、広の新海という名前に変わってですね、要するにゴルフって英語使えなかったんで、新海っていう駅名に変えられまして、それで、またゴルフ場の名前に戻ったんですけど、遠慮してたんですかね、やっぱり英語を使ったらいいのかなと思って、やっぱりちょっと無理やなと思って、それでああいう通りにしたんじゃないかなと思っております。まあ、ちなみにゴルフ場行く人にがですね、まだ神戸電鉄で行くことはあんまりないんじゃないかと思ってたんで、なぜかってキャリーバッグ持っていかなきゃいけないんでね、まあちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、あんまりゴルフ場の前に電車の駅があるっていうのはあんまりないですね。珍しい。はい。ややこしい駅はですね、かつては粋な名前だったという題でございます。青線で申し上げ、またダバるんですけど、青線でですね、鈴蘭台西口というのと西鈴蘭台というややこしい2つの名前があるのを皆さんご存知でしょうか。ご乗車ありがとうございます。この列車は小野行きです。次は鈴蘭台西口、鈴蘭台西口です。で、なんでこんなね、ややこしい名前が2つ連続したということでですね、ちょっと営業的失敗したことが前ありましてですね、先ほど言った管理人もですね、この辺あたりをですね、営業を回ってて、スーパーのこのちょうどですね、その店の名前がですね、なんとかなんとか鈴蘭台西口店と、なんとかなんとか西鈴蘭台っていう2つの スーパーがあってですね、まあ、ちょっとね、どこというちょっと言えないんですけど、
その時にですね、あのメーカーさんと待ち合わせしてたんですね。で、なかなか来ない、9時に待ち合わせしてたけど、なかなか来ないなって、メーカーさん全然来ないなって言ったら、向こうが怒ってですね、あの当時、携帯電話がなかったので、店の中に電話かかってきてですね、あの平成さん、ちょっと電話ですよって言って出たらですね、そのメーカーの人がえらい怒ってですね、待ってるのなかなか来ない、いや、僕と待ってますよって、私は西スーダン隊って言いますけど、俺は、ね、スーダン隊西口店にいるよとかって、まあ、関東の人だったんでね、もう、えらい怒ってましてですね、で、まあ、ちょっとね、私もこれ、普通、知らなかったんで、この2つがあるっていうのがね、で、まあ、こういう間違いをしたっていう、まあ、思い出があります。はい、で実はですね、このスーランダイ西口店はですね、スーランダイ西口駅はですね、三木電気鉄道という時はですね、実はスーランダンスホール前という駅だったらしいです。で戦前はですね、ここにダンスホールというか、まあ、今でいうクラブもしくはおじさん年代ではディスコですよね、があったらしくてですね、当時の女性にも非常に人気があったそうなんですね。で残念ながらですね、1938年に消失したらしくて、で現在はスーランダイ小学校になってるらしいんですけど、まあ逆にですね、このややこしい名前が2つあるんだったらね、まあ、この名前復活させてもいいかなと思うんだけど、まあもしね、こういうスーランダンスホール前にいるよなんて言ったら絶対間違いなかったけどね、この西スーランダイとスーランダイ西口、この本当にこんな全国見てもこんな紛らわしい駅って多分ないと思うんですけどね、しかもこれ500メートルしか離れてないっていう、ね、でまあ、ただね、あのまたあの心配なんですが、そのスーランダンスホール前の綴りがまたあのローマ字になってなかったらよかったなと思います。はい、くだらない話です。それは以上です。公園都市線の名前の不思議。はい、公園都市線はですね、兵庫県三田市の横山駅からウッディタウン中央駅までを結ぶ神戸電鉄の路線でございます。神戸三田国際公園都市のうち、三田市側にある北摂三田ニュータウンのフラワータウン、ウッディタウンの中央を貫く鉄道路線になっております。横山駅ではですね、新開地側から分岐して三田線三田方面と直通できるようになっております。これはですね、三田に向かう要するに福知山線の乗り換え、大阪方面のお客さんの利用に重きを置かれております。トンネルを除きですね、複線化の用地が確保されておりですね、ウッディ中央駅もですね、これ JR の新三田駅と最寄りになっております。だからこれ競合になってまして、新三田駅はそのまま JR であればそのままダイレクトに大阪に行けますので便利なんですけど、ウッディ中央駅から三田まではですね、300円のまた運賃がかかってるんですね。でそれからまた乗り換えるということなんですけど、まあ、そういったところでやっぱりここもやっぱ競合があるということですね。はい、で面白いことが気がつきまして、公園都市線っていう、まあ、これ英語で読めばですね、パークアーバンラインといってですね、まあ、どっかでなんか聞いたような名前に近づくなとちょっと個人的に思っております。昔の港川駅は1968年に神戸高速開通前の港川駅は港川公園の築堤の下地上にありました。港川公園は洪水防止のために天井川であった港川を現在の江毛山トンネル経由の流路に切り替えてできた旧河川敷を埋め立てた場所に1911年に開園しました。南北に長い台地状になっており、橋梁状の港川トンネルで山手幹線をまたぎます。公園から南側の旧河川敷は掘削して新開地商店街となっています。1928年2階の公園の1階に神戸有馬電気鉄道、現神戸電鉄の港川駅が設けられました。実は神戸電鉄のターミナルは港川駅から高架を上がって国鉄神戸駅に接続させる予定でした。国鉄が難色を示したのと、神戸高速鉄道ができることで港川駅は地下となり現在に至っております。1階の駅は一面二線だったそうです。これがその時の写真です。スズラン台と神戸となっており、港川が神戸の扱いとなっていたことがわかります。そのホーム跡は現在新鉄横丁となっており、店が立ち並び昭和の風情が楽しめます。特快速、新快速は JR 西日本にあり、
特別快速は JR 東日本、東海は両方あります。神戸電鉄に特快速という種別が3打線ありませんにあります。名前が準特急の趣がありますね。でも本数は少ないです。朝3本あった三田方面から新開地方面の特快速は2022年3月のダイヤ改正で2本に減便、1本は休校に格下げされました。朝ラッシュ時の新開地方面に阿王線で3本運転されている休校は全て準急となります。これにより木津アイナの2駅を通過していた急行は廃止となり、阿王線内では全列車が各駅に停車します。ますます不便になりますね。有馬三田線、そもそも有馬線と三田線はなぜ分かれているか。それは戦術した国鉄有馬線があったからです。神戸電鉄の有馬線は国鉄有馬線の延長線を担う計画だからです。また山脇信吉氏の話になりますが、やはり山脇氏の悩みの種は日踊り越えの峠越えをどう敷設するかだったみたいです。そもそも神戸電鉄有馬線は電化、国鉄有馬線は非電化なので直通できなかったのと、国鉄有馬線は有馬温泉駅が有馬温泉中心から離れた箇所にあったので、神戸電鉄有馬線が開通したらオワコン化してしまったということです。はい、この後ですね、神戸電鉄の有馬線を開通させた後の20日後にですね、三田線を開通させるということで、かなりの突貫工事だったと思います。すごかったですね。で、最後に私からなんですけど、この状態でですね、JR 新規バスと、あと自家用車の利用が進めばですね、ますますこのライバルに負けてですね、情勢がかなり厳しくなると思います。そのためにもですね、やはりこの運賃面を改善する必要はあるかなと、特に近距離の改善が必要はあるかなと思います。せっかくの創立者の山脇信吉さんもですね、そう願っていると思います。